サントリー株式会社がナンバーアンダーラインアイは軽快で爽やかなイメージがあり、ビアボールの商品コンセプトにもマッチすると考えましたと述べているように、今回の CM 起用は極めて適切な選択と言えるだろう。ビアボール。スプリングの季節到来とともに、サントリー株式会社の新ビールビアボールが5月14日にリニューアル発売される。そして、 この度人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの3人メンバー、平野賞神宮寺優太、岸優太がその新 CM キャラクターに起用されたことが発表された。ナンバーアンダーラインアイは、平野賞神宮寺優太、岸優太の3人からなる人気急上昇中のアイドルグループだ。彼らは今回、初めてグループとして種類の CM に出演することになり、 さらに CM のテーマソングとしても同グループの新曲 No Yes が採用された。その同 CM 何でもありだ。乾杯だ、変は5月11日より全国でオンエア予定。撮影後、3人への取材も行われ、彼らが最高の仲間と過ごす最高の時間について語ってくれた。抜擢の経緯と共に見せた豪快な一面。 サントリー株式会社は今回の CM 出演者起用について次のような理由を挙げているナンバーアンダーライン愛は軽快で爽やかなイメージがありビアボールの商品コンセプトにもマッチすると考えましたさらに3人のキャラクターが CM を通じて視聴者の心をつかむことができると判断しています楽しく飲めるビールのイメージを演出できるでしょうまた起用にあたっては CM のテーマソングとして同グループの新曲 No.Yes を採用したことも特出される。同曲は5月27日にリリースされるナンバーアンダーライン I のミニアルバムに収録されている楽曲で軽快なメロディーと夏らしいエモーショナルなサウンドが特徴だ。ビアボールのイメージにぴったりな仕上がりとなっているとのことで発売に先駆けて一部が初公開されるなど話題性も高まっている。 撮影後のインタビューでは、3人の最高の仲間と過ごす最高の時間に関する回答が印象的だった。神宮寺は、外でバーベキューをしながら飲んだ時、海のロケーションとビアボールの相性がすごくいいなと思いました、と述べ、ロケーション性の良さを指摘。一方の騎士は、シチュエーションによって美味しさも変わってくる感じでした、と。 飲む場所や状況によってビールの味わいが変わってくることを感じ取っている様子だ。そして平野は映画を見ながらちょっとまったりした時間飲むのもいいなと思いました。と述べ、リラックスした時間を過ごすのにもビアボールが良いという意見を示した。さらに最高の仲間とできる最高の時間についての質問ではメンバー3人それぞれに個性的な回答が見られた。騎士は 一重引用符美味しいものを食べる一重引用符じゃないですか撮影後、久々にみんなでご飯を食べに行って、そこでご当地の魚介とか美味しいものを食べて、それが最高の時間でしたね、と美食を楽しむことを即座に思い浮かべている。一方の平野は、それは良かったけど、もっとでっかく考えていいのかなって。例えば、海外で、とか、と、 グループでの海外旅行の構想を披露。さらに神宮寺は、宇宙旅行でもいいんだよ、と、よりスケールの大きな構想を提案するなど、三人の豪快な一面が垣間見えた。騎士は、いや、そんなわがままは言いません。あの時のご飯で十分です、と、現実的な意見を述べつつ、平野は、そうですね。小さな幸せから見つけていきましょう、と締めくくり、 バランスの取れた発言となっている。こうした彼らの発言からは、ナンバー・アンダーライン・アイが最高の仲間として強い絆で結ばれているグループであることが感じ取れる。CM の撮影を通して、3人のキャラクターの魅力も存分に引き出されたようだ。ナンバー・アンダーライン・アイらしさ満載の楽しい撮影になりました。という神宮寺の言葉に代表されるように、 三人の豪快で楽しげな雰囲気がよく表現されているという。今後は CM 本編での活躍に加え、60秒版 CM の公開など、ナンバーアンダーライン愛の姿をより長く見られる展開も予定されているという。こうした動きにファンからの期待と注目が集まっている。最高の仲間との最高の時間を過ごす三人の姿には、 視聴者の心をつかむものがあるだろう。楽しく飲めるビールというコンセプトにぴったりな彼らの魅力が CM を通して存分に発揮されることが期待される。ぜひ皆さんも自宅やお店でその時の気分に合った飲み方でビアボールを楽しんでみてください。と呼びかける平野のメッセージにもナンンバーアンダーアダライン愛への愛着とビールを楽しむ提案が感じられる。ビールと音楽、 そして、アイドルが融合した本 CM は、視聴者の心を癒し、夏の到来を予感させる作品となりそうだ。ファンはもちろん、ビールを愛する視聴者にも注目されるに違いない。ナンバーアンダーライン愛のこれからの活躍にも目が離せない。メンバー3人の息の合った絆が、今後のグループの飛躍につながることだろう。ビアボール、新 CM に込められた思いと、 ナンバーアンダーライン愛の魅力が見事に融合された作品となっている。CM でも印象的だったナンバーアンダーライン愛メンバーの最高の時間に対する発言は、彼らの人間性をより深く知る一助となっている。騎士が挙げた美味しいものを食べるというシンプルな提案は、アイドルらしからぬ素朴な一面を感じさせる。一方で、 平野が提案した海外旅行や神宮寺の宇宙旅行といったよりビッグな構想にはメンバー個性の違いが伺える。どちらのアイデアもナンバーアンダーライン愛というグループの絆の深さを裏付けているといえるだろう。小さな幸せから大きな夢までお互いに思いを共有し合える関係性が垣間見える。このように CM を通して3人の人物像が立体的に描き出されているのが興味深い。アイドルグループとしての一面だけでなく、普段のプライベートな一面をも感じさせる発言は、ファンにとって新鮮な驚きとなっている。特に、平野の小さな幸せから見つけていくというコメントは印象的だ。目指すべき大きな夢を持ちつつ、日々の小さな喜びを大切にするという姿勢は、 ナンバーアンダーライン愛の成長の源泉なのかもしれない。そして、騎士のわがままは言わないや神宮寺の素晴らしい。騎士君らしいねなど、お互いを思いやる言葉にも注目が集まっている。アイドルらしからぬ素朴な一面とメンバー間の深い絆が感じられる発言は、ファンの心をつかむことだろう。最高の時間を過ごすためのアイデアの違いは、 ナンンバーアンダーライン愛というグループの魅力の一部を反映しているようにも思える。さらに、CM のテーマソングとして同グループの新曲ノー y e を起用したことで、音楽とアイドルが融合した一体感のある仕上がりとなっている。楽しく飲めるビールというコンセプトにも合致しており、ナンンバーアンダーライン愛の持つポジティブな雰囲気が十分に生かされているようだ。ビールと音楽、 アイドルが融合した本 CM プロジェクトを通して、ナンバーアンダーライン愛の新たな可能性が大いに垣間見えることだろう。視聴者の心をつかむ彼らの魅力がさらに開花していくことを、私たちも楽しみにしたい。